おはようございます。十二月四日日曜日です。昨日はあの動画が途中で終わってしまって知りきれたんぼだったんですね。どうもすいません失礼しました。まあでもいろいろ考えても弟はなんで私に電話してきたかっていうこうなんか確信が欲しかったんでしょうね。今後兄貴がどうなっていくかっていうことに対してでそれに対して私も答えることはできないんだけどまああのそんなに その都度私なりの対応していけばいいのかなとは今思ってますでまあその中であの私も変わっていくだろうしいろいろ自分今自分自身を見つめて内観していくしなんで私は嫌だったん電話かかってきて嫌だったんだろうと思ったらやっぱり私の中でもやっぱりこう 私の頑張ってきたあの、認めてよっていう,こう自己承認のよ,ように自己承認欲求、そういうのがやっぱりまだ一部残ってるんですよね、もう前ほどではなくなったんだけど、だからそれが、まあ、もう少しなくなったら、さらに私は電話かかってきても嫌だなと思わない自分に慣れていくんだろうなと、今思ってます。で、昨日はあは、前もお話したと思うんですけど、 結婚50周年が11月にあって金婚式もできずっていうことでやっと昨日ちょっと高尾に友達をよ呼んであの一緒に行ってもらって。 あのケーキを食べてのんびりしてきて、まあ、自分をいたわってくるとやっぱりなんかねあの自然の中でこういうことを歩いて汗をかいて自然の中であこうだったなと思うのはすごく自分が癒されますねで私もまだまだ自分をこう解放これからしていくようになっていくと思いますそしたらもう誰がどうのこうの言った ということももう不満もなくなるだろうし、やっぱり自分の気持ちに素直になるいい意味で、そういうふうな自分を作っていくっていうことを、まあもうしばらく続けていこうかなと思ってます。今日はお天気もいい日なのでいい皆さん日曜日送ってください。いい日にしてくださいね。ではまた明日。